こんにちは。なんとエプロンをつけたくるみです。どこまで映ってるんだろう、どこまで映ってるんだろう、全くわからないけど大丈夫かな。待って、机を映したい。どうしたらいいんだろう、これでいいかな。こんにちは。なんか YouTuber みたいだねあ、コメントが意外と見える。よいしょ。こんにちは。じゃじゃーん。これを使いますよ。あ、でもこっちの方が見やすいかも。こんにちは。3回目の方こんにちは。1回目の方もこんにちは。皆さんこんにちは。じゃじゃーん。今日はくるみのおやつを作ります。初おやつ配信です。お料理配信します。やっぱりこう見えないかも。ちょっと待ってね。よし。30分1時間なので30分で作って焼いて食べたいと思います。イエーイイエーイ。今日はねこれを使ってやるんですけど、一人で初めて使うので使えるかわからないんですけどやってみます。一人ではちょっと初めて使うのでちょっと使えるかわからないけど使ってみます。あとねここに卵も用意して牛乳も用意してもう準備万端なのでもうちょっとで始めますね。じゃあたこ焼きじゃないです、おやつ作ります。くるみちゃんのおやつです。そうリハーサルしてないの。でもなんか5分前ぐらいにはつけた方がいいらしいので7時の枠でつけますね多分すぐに焼けるかな。焼けたら焼きたいけどどうだろう。あ、書いてる方がいる。正解です。ベビーカステラを作ります。ベビーカステラを初めて作ってみます。ここに、あ、ごめんなさい、カンカン塗っちゃう。よし、ホットケーキミックスも準備して、準備万端。あ、待って、ハサミ忘れちゃった。開けれるかな、手で。あれ、ベビーなくるみちゃんにぴったりね。あれあれ、パレオありがとう。そう、ベビーカステラ、ありがとうございます。あ、これ大丈夫かな隠しとこう。あ、説明書。できる気がしないけど火をつけるのが頑張ってみます。じゃあもう早速いっちゃいますね。誰かに渡すとかじゃないので素手でしてますさっき洗ってます神の手出てきた、出てきたよ。ハサミをゲットしました。ちょっとパパパッと作っちゃいますね。じゃあ初めて作るけど、こんばんは、こんばんは。
皆さんこんばんは。カステラ作ってます。ドキドキかな。いや大丈夫だよ、絶対大丈夫、絶対大丈夫です、多分ね。危ない危ない。よし、まあ、ここまでは大丈夫。ここら辺は大丈夫ですね。うん、ちょいのちょいです。分からんけど。これを全部混ぜるそうなので。あ、卵まで溶いてます。何を作りますか？カステラを作ります。あ、パレオありがとうございます。準備がよろしい。そうなんです。もう準備バッチリです。もう準備バッチリなんです。牛乳も混ぜちゃいますね、先に。皆さん大丈夫かな？なんで心配してるの？絶対大丈夫だってば。絶対大丈夫。あ、この焼くところまで行くかな、どうだろう。とりあえず生地を作る30分にしようとは思ってたんですけど。完成ヒートは差し替えません。全部混ぜますね。完成品とは差し替えません。これが心を込めて作らせていただきます。私同系色、確かに生地と同じ色かもしれない。作ったことないんですよ、カステラ。たこ焼き器で初めて作ってみます。あ、重たいぞ。生地が重たいぞ。見てるんだけどお腹空いてきた。え、みんなご飯は食べたんですか？くるみはご飯は食べてないんですけど、まだ夜ご飯、夜ご飯は食べてないんですけど、ご飯の時間にはちょっと早いのかな。あ、今食べました。じゃあこれは食後のデザートですね。食後のデザート、めっちゃいい匂いする。すごい、めっちゃいい匂いするよ。みんなに嗅いでほしい。じゃじゃーん、もうすぐ出来上がっちゃった。どうしよう。どうしよう。あ、ケーキね、ケーキ、最近ケーキばっかり作ってたから、よし、じゃじゃーん、カステラの生地です。もう出来ちゃった。焼いちゃう？でも焼くのにはあのお玉を持ってきてないんですよ。次で焼くと思ってたから。できちゃったん。東京までウーバーできるかな。届けに行きます。気持ちだけと届けに行きます。いい感じに見える？本当？めっちゃいい匂いするよ。これはね、パウンドケーキの匂い。パウンドケーキの匂い、ハチミツのパウンドケーキの匂いがする。ハチミツのパウンドケーキ、ハチミツとパウンドケーキの匂いがする。ハチミツ入れてないですよ。話しようじゃん。今ご飯食べ終わったからデザートちょうだい。これデザートする？すぐに焼ける。映ってないですね、この子。下げてみる。映った？あ、全然映ってないですね。どうしたらいいんだろう。
ちょっと映った？あ、こうしたらいいのか。くるみがちょっと下がったらいいんだ。バニラエッセンスとか入れた？入れてないです。入れてないですよ。卵と牛乳とあとホットケーキミックス入れました。入れましたよいしょ。こっちに入れよう。蓋が、ちょっと蓋してく。こうやってさ、こんなんなんだけどさ、どうやって蓋するのちょっとごめんなさい、これ絶対違うよねこれちょっとくるみはわからない。カメラ下がります、下がります。あ、こうしたらいいんだ、完璧じゃんこんにちは。あ、余熱、はい使い方1、余熱します。余熱するんだって。あ、外すんだって。なるほどなるほどなるほど。早く食べたいな。エプロンで隠れてるけど私服しょうだね。ありがとうありがとう。余熱大事。あ、掴むとこ、あ、これ、あ、こ、なるほどね。これ私ちょっとやらないでおこうえ、待って、焼けてる匂いがしてきたけど、これ何も焼いてないよ。これ一回消した方がいいのかなどうなんだろう。え、めっちゃなんか匂いするよこれお玉もらっていいですかもう焼いちゃうね、じゃあえ、なんかめちゃ臭い気がするこれじゃあ油塗りますね。あ、じゃあもう早速塗っちゃいます。え、これ大丈夫？プチプチ言わない？油跳ねたりしないいきます。あ、ちょっと待って、ちょっと火弱くしよう、怖いから。やってみます、やってみます。うわぁプチって言ったジュージュー言ってる、ちょっと待って早くしよう。待って、ジュージュー言ってるジュージュー言ってる。よし、油入れれました。
分大丈夫だと思います。油入れました。ご報告。じゃあ生地を入れますね。あ、どうしよう、ちょっと待って、入れていきます。入れます。火出るで、火出るなんて言わんといて火は一番弱くしてるんです。今一番弱くしてます。お玉似合う、本当ありがとうじゃあ行ってらっしゃい、行ってきます。大丈夫かな、大丈夫かな、ちょっと待って、一個ずつ入れる。意外と静か。いけ、よーし、少ないのかな、どうなんだろう、ちょっと量は分からないけど、まあいっかまあいっか、はい、映ってますか半分映ってる？どうだろう。よし、今3個入れました。映ってますか4つ目いきます。ほっ、じゅーん、あ、いい調子なんじゃないですか。あ、これめっちゃ遅いね、私入れるの。よし、真剣になっちゃう、ちょっと喋ろう。たこ焼きじゃないです、カステラです。そう、めっちゃサラサラしてないんですよ。あ、ちょっと待って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 、落ちるのがゆっくりです。うん、これ膨らむのかな、全く何もわからないけどよし、確かにホットケーキ焦げるよって。そうだよね、私遅いよね、急ぎます。でもなんかまだ焦げた匂いは大丈夫そう今のところちょっと少なかったかな。ベビーカステラなんだね、了解です。ベビーカステラです。屋台のベビーカステラって美味しいよね。シーホースの時もバスケの試合の時も屋台に確かカステラがあってちょっとだけいただいたんです。結構最近食べた直近で食べてましたね。よし、弱火でやってるからすぐ焦げないと思う。あ、本当ですか、焦げないことをね、祈ります。本当に生地が落ちるのがゆっくりだから。たこ焼きさん、へいらっしゃい。これでできたらちょっと屋台しようかな。屋台
サンシャイン栄の下で来てくれますか皆さん。くるみんベビーカステラ、あと1個で半分です。楽しい入れるの。あ、どうしよう生地が。劇場の後か前にカステラを食べて、カステラを食べて劇場を見るか、劇場を見てカステラを食べるか。カステラ屋さんするかもしれないですよ。しないですけど。全然しないですけど。くるみんのカステラのためだけに栄に行きます。ありがとうございます。ぜひお待ちしております。なんかこれあのたこ焼き2回分なんで作ったんだけど、めっちゃ1回分かもしれない。どうだろう。水の量足りなかった？いや、そんなことないと思うんだけど。でもいい感じだと思います。あ、この子とかもひっくり返せるのかな？どうなんだろう。なんか一回ひっくり返してみます。無理かな、さすがに早い。待って、膜ができてる。なんかあの白い感じ、焼けまだ焦げてない白い感じ。伝わってほしいな。イエーイ。怠け者みたいになってる私。大丈夫かな。入った入った。失敗するに失敗るよ。どういうこと？え、本当に1回分？私2回分で作った気がするんだけど、気のせいかな。あ、スプーンが支給されました。え？バイバイ、ありがとうございました。牛乳間違えてないよ、絶対間違えてない。え、スプーンすごい、スプーンすごいです。ちょっと待って、でもあの慣れてなくて、あの手際がよろしくない。よし、どうしよう、ちょっと待って。なんかスライムみたい。スライム一時期流行りましたよね、めっちゃ。これもすごい好きでした。何の話してたの。あ、もう本当にこれは1回分じゃない、あ、間違えた。ん？ 1 回分もないかも。あれ、私間違えた。いや、どうだろう。
まあ、いっか。一列あんまりそう。ちょっと待って、どうしよう。作るにしてね。まあいっか、まあいっか。あと30分。弱火でじっくり焼いて30分後には焼けてるかもしれません。どうしようこれ残り。まだいける。もう一個大きいの作りたい。あー頑張って。よし入った。え、めっちゃここの子が膨れてて、ちょっとみんな見えてますか？真ん中の子はめちゃ膨れてるんですよ、この子と。ちょっと最初はちっちゃいんですけど、様子見でやっちゃったから。30分も焼く、確かにひっくり返してるかもしれないけど。え、この子めっちゃ大きいんです。以上、生地を入れました。次の配信までに焼いて、みんなといつも通りお話ししながら食べたいと思います。火にムラがあるのかな。え、どうなんだろう。あんま変わらないです。全体的にバランスが。そうなんです、この子たちちょっと入れすぎゾーン、この子入れなさすぎゾーンです。ここら辺めっちゃちょうどいいんですけど。星投げ完了です、ありがとうございます。めっちゃちっちゃいよねこの子。転がしてみる。いや、まだゆるいです。まだゆるかったです。このまま様子見たいと思います。あれ、アラーム鳴ってない。31分だ。そうかそうか。竹串持ってきました。でもまだこの子が緩いから多分全部緩いのかな。どうなんだろう。まだ中が緩いです。端に熱が いってない可能性。いや、なんか変わらないですよ。こっちもあった。こんばんは、こんばんは。お、グツグツ言ってる。グツグツっていうか、なんか、あ、いい、ちょっと焼けてきた気がする。ってことで、以上焼いた配信でした。皆さんお腹が空きますか？いや、まだ空かないですね。まだお腹空かないですね。ふわふわふわ、大丈夫だよ。ツンツンしちゃダメよ。あ、そうなんだ、置いておきます。そうです、皆さん次の枠もお待ちしてます。星投げてくれた方ありがとうございます。カウントもありがとう、応援ありがとうございます。ではでは、この枠は一旦終わります。次は、あ、ちょっと待って、これで見えてなかった。次は6時1分から、間違えました。7時2分からです。皆さん7時2分からお待ちしてます。多分もう焼き終えてると思います。完成したベビーカステラ見に来てくださいね。バイバーイ。ありがとうございました。